それではですね、1960年代後半から、ネルーに代わって、今度はインドの首相に、娘のインディラ・ガンディが、就任することになります。まあ、ガンディといいましても暗殺された有名なガンディとは、まあ、血のつながりはありません。ネルーの娘ですからね、別のガンディさんと結婚してインディラ・ガンディというふうに、名前を言っています。で、まあ、インディラ、ということですけれども、まあ、彼女が首相になります。で、彼女が首相の時代のやっぱり最大の事件は71年の、第3次インド・パキスタン戦争、インパ紛争ですね。第3次原因、チェックしておいてください。東パキスタン問題です。で、これはどういうことかというとですね、ここで説明しておきたいと思いますが、実はパキスタンとインドが分離独立した時ですね、パキスタンというのはもちろんこのインドの西にある国ですけれども、イスラム教徒が多い地域が独立をしたわけです。実はインドにはもう一つ、この東にのベンガル地方に、イスラム教徒が多かったわけですよね。で、ここも実はパキスタンとして独立をします。つまりこの本体のパキスタンと飛び地のパキスタン、これで一つのパキスタンとして独立をしているんですね。ここを東パキスタンというふうに呼んでいます。で、実はこの東パキスタンに1971年ですかね、非常に大きなサイクロンが襲います。日本を襲うのは、台風ですよね。それからアメリカを襲うのはハリケーン、そしてインドを襲うのはサイクロン、ということで、チリなんかで出てくると思いますけれども、そのサイクロンがこの東パキスタンを襲ってですね、数十万人の実は死者が出るんですね。地震とか火山の噴火とか、その台風とかね、その気象災害ですよね、そういうもの、比較的短期間で起こる自然災害において、近代史において最も多数の犠牲者が出た事件がこの時の東パキスタンを襲ったサイクロンの被害ですね。で、この被害に対してですね、実は本体のパキスタンがあまり真剣に救援活動をしなかったっていうことが大問題になるんですね。もちろんパキスタン側は、本体側は、いや一生懸命やったんだって言いますけれども、これだけ離れてれば効果的な救援活動なんて不可能ですよね。おまけに真ん中のインドはパキスタンと対立してますから。ということで、東パキスタンの人々はこの本体のパキスタンから分離独立することを決意して、運動、独立戦争ですね、これを始めます。もちろん、この東パキスタンが独立をしてくれればこんなにありがたいことはインドにはありませんね。パキスタンの力が弱まりますから、軍隊を両方に振り向ける必要もないですね。ということで、インドがこの東パキスタンの独立を支援するという形で起こったのが第3次インパ戦争ですね。で、結果としては東パキスタンの独立ということになります。バングラデシュですね。バングラデシュとして独立をします。バングラデシュの成立の背景はこういう動きがあったんですね。70年代ですね。このタイミングも忘れないでくださいね。70年代に入って東パキスタンはバングラデシュとして独立をしているということになります。このインディラ・ガンジーの時代はですね、インドの国力を強化しようとする、動きが続きました。特に有名なのは、インドが核実験に成功したというふうなことでしょうね。実は90年代にパキスタンも核実験に成功しますので、現在、インドとパキスタンという、非常にこう関係の悪い2つの国が両方とも核兵器を持ってるっていう、かなり、南アジアは危険な状態なんですね。それから国内の反対派に対しても非常に厳しく取り締まりを行い、特にインドからの分離独立運動を一部の人たちが展開していたシク教ですね、これには厳しく当たります。シク教のその独立を主張する過激派に対しては徹底的に弾圧ということを行うんですけども、そのためにですね、そのシク教の過激派によって80年代ですね、84年に彼女は暗殺をされるというふうな最後を遂げることになります。インディラ・ガンジーの警備隊の中にですね、シク教徒がいて、もちろん、そういうシク教徒がいることは問題ないんですけども、その過激派の審判がいて、ガンディを暗殺をすると、こういうふうな事件が起こってしまったんですね。こんな形で、彼女の時代は終わるんですけれども、もちろんネルーもガンディもインド国民会議の、党首と、いうことになるわけですね。トップというふうなことになります。
で、まあ、インドはそういう意味では独立運動になったインド国民会議が非常に強いんですけども、ちょっと現状までの動きを見てみましょう。まあ、これは、そのインド国民会議の党首ですね、政党としての党首の移り変わりですよね。これがネルーですよね。でこれがインディラ・ガンジー、これがまあ親子ということですね。まあ、ちなみにその下にあるラジブ・ガンジーっていうのはインディラ・ガンジーの息子です。つまりインドは1951年から1989年までこのネルー、インディラ、ラジブですね、この3人の、まあ、いわゆるネルー王朝っていうんですかね、これによってですね、実は統治をされていたというふうに言ってもいいでしょう。しかしですね、その国民会議派もなかなか厳しい状況がこのグラフから見て取れると思います。これ、国民会議派の議席、獲得議席数なんですけども、まあ、ネルーの時代やガンジーの時代は、まあ、ガンジーの時代はちょっと厳しかった時もあるんですけれども、かなりね、大きな力を持ってるんですけれども、ラジブの後半ぐらいから厳しくなってですね、まあ、盛り返しもあるんですけれども、現在見てください、2014年、2019年の選挙、もう見る影もないですね。議席数は国会議員の1割、にしか、達していません。ちなみにこのラーフル・ガンディというのはラジブ・ガンジーの息子です。つまりネルー、インディラ、ラジブ、ラーフルというふうに4代続いてるんですね、党首が。まあ、あの真ん中に、ネルー王朝じゃない人たちもいますけどね。ただ現在は非常に厳しい。このラーフルもこの選挙の敗北が続いた責任を取って今は党首の座を退いているはずです。というふうなことでですね、インド国民会議派は、まあ、この2000年代ぐらいまでは結構頑張ってたんですけれども、2010年代になるとかなり厳しい状況になっているという現状も知っておくと、国際政治についての知識が増えるかなというふうに思います。じゃあ次はですね、スリランカについてね、ファイルを変えてみたいと思います。